名古屋っていうの終わりっていうでしょ、うん、それはあの高間の名前ですね。高間は昔高終わりって言ったんです。高という字はどこかの許可なかった使いなんだ時代がありますねって。この前やったらうちの老いやったが、なんでこんなと高高だって、いやあれ違うじゃね、高間の高見結びの、ま、松社っていうのね、高山と高田にあります。そこのところもやっぱり天神橋筋っていうで、京都の天満宮、あれも高間の天満っていうところにあったわんで、宮さんがいたからちょうど牛虎になるわね、あそこに宮さんあってんけどね、めでたいことやったらええけども、そうでないことはあかんっていうんで、ほんでその言うとちょうど本鬼門からお宮さんに参るんで、それでは鬼門本意が悪いっていうんで、一旦その天満いうとこから下の北区をいうとこ降りて、そしてこっちからまた登ってきて、宮さんの並木あるでしょ、あれがずっと下に続いて下から3つ分かれてるとこね、あと赤が降りてくるわけです。でそこから降りてきて、そこ登ってまた宮さんへ、宮さんをその当時本社として、うん、道だね、菅原の道だねね、あの人は高間の隣の伏見っていうところの出ですね、だ、けどもう今現在その伏見の人はそんなこと知らない。ほんで僕もね、この間パソコンちょっと調べて、菅原道真出身地伏見っていうのになっとるかなと思ったら、ちゅんわからんって書いてました。今で言うたら学習塾だかな、絶えず高間の宮さんに来たり、その当時元正天の女の天皇がね、高間は高見結びちゅうのあれうちの先祖になるんで、行司というお坊さんに高間っていう男の代書にお寺を作れという命令で、行司さんちゅうのは大仏を作ったんだよな、いろいろああいう功績のあるね、行基さんやったかな、河内の狭山池とや、あんなああいうの中国にみんな遣隋使とか、それが時代変わったら遣唐使言って、日本からみんな勉強に、今で言うたら洋行って言うんだよかな、留学みたい、留学っていう点か、あれに行くようなもんで、それも申し込んである程度の学のないもんはもうあかん、地筋っていうんですかね、普通のお茶みたいな下僕の部分が行きたい言うたって言うたら、高間は高尾割っていうところで、そしてそのそれまでにそのなんでそんな戦わずにできたかって言うたら、前から住んでた先住民ちゅうのは長曽根って言うてね、高間では皆さんのところに土蜘蛛って書いてますよね、それでちょっとこっちに、ね、これ小さい時こんな塚みたいな土盛りがあって、ここで住んでたんだし、それ残ってたのにね、昭和16年紀元2600年記念というで、ここに先住民が住んどったっていう碑があるんだ、上乗せたら中ガラントやから潰れるさかい言うて、みんな土取ってしもておいて、今石置いてあるらしい、あれはえらい間違いやったなと、僕らもっとあんな小学校1年か2年生の時分やったからね、分からなんだけど、大勢来てワイ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 言ってはったことありますね。